スな言葉攻め塾。ナイスですね。このコーナーは男塾ホテルグループホテルルトゥールナンバ305号室からお届けします。塾生の皆様、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。昭和最後の英語都市ブランシュトールでございます。ナイスですね。アシスタントの君島美代です。このコーナーでは AV 業界の生きる伝説村西徹塾長に世間で話題になっている出来事や視聴者の方から送っていただいた悩みにナイスな言葉詰めをしていただき、その豊かな発想を参考にしてもらえればと思います。このぐらいやらないとディレクターに張り倒されちゃう。今回のテーマはこちら。こちらの風船、監督ならどう使うか教えてください。はい、まあ、私ならというよりね、私どもの業界のお話をしてさせていただいていいですか。業界でもってとてもね人気あるのはこの風船なんです。でただの風船じゃありませんよ、ね、AV 女優様がこれをふーっと膨らましたものをみんな持って帰りたい。だから最後はね、イベントの最後には100個ぐらい目の前で膨らましたものを皆さんに提供しました。これができるのはね AKB とか乃木坂とか欅坂のグループじゃなくて、うん、AV 女優様の世界なんです、ね、こういうことで皆様のエクスタシーが私たちのエクスタシーだと、うん、とっても評判な、あの普通のねあの男女関係でもねそういうのは一般的でね、で君の風船をね膨らましたものを僕は持って帰りたいよ、はい、じゃあいいわ今日はいくつ欲しいの3個と、こういうことで、ね、お互いのエールの交換をして、じゃあ僕も3個ね、持って帰っていいよという形でね、うん、思い出持って帰るというそういうね、アイテムとして風船は、うん、とても重宝があるんで、だから私が知ってる AV 女優さんなんか1個ね一緒にツーショット写真と風船付きで5,000円、ね、ツーショットの写真販売して、ね、はい、大儲けしてます。どう、風船欲しいなんて言われない？言われないです、うん、これ将来必ずね、言われるようになりますから。どうですかこのちぐはぐな会話ね、何とも言えないでしょ。これが彼女の魅力なんですよ、ね、はい、膨らましてみて。あ、これはね、彼女らしい、ね、これは服で風船は吹けないと、こういう感じで、ね、まあ、そういうことで皆さん、ね、自分のできた、はい、はい、素晴らしい ね、自分自身の彼とか彼女で、ね、お互いの愛の交換でこの風船というものを子供でお使いいただいたらどうでしょうか、ね、では最後に村西監督、風船の大人の使い方とは一言言葉詰めお願いします。はい、男と女の愛の交換のアイテムとして風船ナイスですね。ジンジン泣いちゃう、のしけぞおかしい。このコーナーはホテルルトゥールナンバからお届けしました。